演舞開演。どうも皆さん、本日6月4日は何の日か分かりますか？そう、6月4日は以前紹介したこちらのカルビー片揚げポテト薄塩レモンがスーパーに並ぶ日なんです。ということで、前回美味しかったのでまた食べたいと思ってスーパーに買ってきちゃいました。見てください、柚子の香りがやっぱりいいです。いただきます。みんなのところに早く行ってあげて。君、薄いのとはまた違う厚めの歯で、硬いポテトの噛み応え、そして柚子とレモンのさっぱりとした風味がしっかりマッチしています。これから先に夏に暑い時に食べたくなるぴったりの爽やかさがあります。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると嬉しいです。パソコンおよびスマートフォンのアプリの方はクリックをお願いします。